岩手県食の匠とは、郷土食などに優れた技術を持ち、その技術を伝承できる方として岩手県が認定した皆さんで、令和4年3月末で290件が認定されています。今回ご紹介するレシピは豆腐。久慈市山形町ではくるみ入りの小麦団子と野菜などを使った家庭料理として伝承されています。材料はご覧の通り、煮干し、昆布、干ししめじのだし汁を入れて、ひと煮立ちしたら煮干しと昆布を取り出します。具材のごぼう、人参、油揚げ、焼き豆腐は具材の大きさを揃えて切りますよ。かんぴょうは1センチくらいに切り、しめじはばらし、ごぼうを入れて沸いたら他の具材を入れて煮ます。続いては団子作り。小麦粉と塩を混ぜふるいにかけ、熱湯を入れてこねます。練った生地をちぎり丸め、くぼみをつけたらお椀のような形にし、黒砂糖、くるみを入れて閉じたら、中の空気を抜き再度丸めて豆腐団子が完成。仕上げに醤油で味をつけて、焼き豆腐、豆腐団子を入れて、団子が浮き上がってきたら味を整えて、片栗粉でとろみをつけて出来上がり。皆さんも地域で伝承される郷土の味、岩手県食の匠認定料理を作ってみませんか？